お正月といえば羽付きよ。負けた方がお雑煮を作るってことでどうかしら。メンバーの限界突破に必要な魔このスバ明けましておめでとう。俺の攻撃を食らいやがれ。で俺はお金より平和を愛する男だ。ほーい。何よ。俺はお金より平和を愛する男だ。ねえ、準備はできてるぜ。準備万端です。準備できたわ。ダブルドレインタッチ。このスバ。メンバーの限界突破に必要な控えメンバー、私に任せてちょうだい。ゴッドスマッシュをお見舞いしてあげるわ。メンバーの限界突破に必要、さて一息つきましょう。私に任せてちょうだい。ゴッドスマッシュをお見舞いしてあげるわ。メンバーの限界突破。このスバ明けましておめでとう。どうわ、ねえ、正月もいいわよね。うっ、覚悟してください。よろしは。俺はお金より、ねえ、正月も引きこもり生活にさよならだ。よろしハースドアクリスタルプリンス。えらかったわね。甘えていいのよ。このスバ。メンバーの限界突破に必要な魔道具を獲得しましょう。キャラ交流で。お正月といえば羽根つきよ。負けた方がお雑煮を作るってことでどうかしら。メンバーの限界突破。このスッパー勇者カズマ伝説の始まり。俺の攻撃を食らいやがれ。私も眠くなってきました。すぐ楽になりますから。ほー、目に物見せてやる。とや。俺はお金より、寝る前ダブルドレインタッチ。手加減はしません。俺のことは勇者と呼んでくれ。このスバ
メンバーの限界突破に必要な魔道具を。キャラ交流で絆を。お正月といえば羽根つきよ。負けた方がお雑煮を作るってことでどうかしら。メンバーの限界突破に必要な。このそば。明けましておめでとう。覚悟してください。私も眠くなってきました。食らいなさい。よらっ、あっ、たくさんお餅を食べましょう。寝る前の歯磨きを忘れずに。カースドクリスタルプリンス。俺のことは勇者と呼んでくれ。